涅槃。やっぱりここにいましたか。無限、そろそろ夕食ですよ。うん、わかった。返事ははいでしょ。前より行儀が悪くなってどうするんですか。ん？エッセル同じ良くない？ああ、姉さんはいいんです。例えば、なんで？姉さんは星屑の町の一番年長で目上だからですかね。目上？目の上？炭鉱部？はあ、次から次へと面倒な。まだここにいたんだ。カトル、無限、おしゃべりもいいけど、食堂でみんなが待ってるよ。今行こうとしてたところですよ。姉さんの口癖のせいで話が長引いたというか。ん？口癖？食べながら説明します。無限、行きましょう。うん、涅槃、行ってきます。そっか、今日もまだ涅槃は眠ったままなんだ。うん、涅槃静か。寝てる、ずっと。起きる、ない。やれやれ、とんだ寝ぼすけですね。シスさんに一族を滅ぼされたことには同情しますけど、その復讐に星屑の町を散々巻き込んでくれて、復讐に利用したマガザンの残党に撃たれたのも自業自得でしょう。いつまでこうしてるつもりなんだか。うん、そんな言い方しなくても。カトル、涅槃怒る？大丈夫、怒ってはいないよ。無限の寂しい気持ちを知ってるから、涅槃に早く起きてほしいだけ。そっか、カトル優しい。はあ、あなたに暗い顔されてるとこっちの気分まで暗くなるからですよ。バカ笑いしてくれてた方がまだマシなんです。うるさいですけどね。うるさいない、する、できると思う。ギャカトル困るだけ違う。うるさい、する、涅槃夢邪魔。多分涅槃楽しい夢見るよい思う。あなたの笑い声程度で起きるならとっくに起きてる気もしますけど。でも確かに、せっかく寝てるならいい夢を見ていてほしいよね。私もね、この間こんなに大きなケーキを食べる夢見たよ。そんなの一人で食べたら横に大きくなると思いますけど。夢だからいいんだもん。すごーく幸せな夢だったし。楽しい夢見る、元気なる。そうそう、涅槃も元気が出るような夢を見てたらいいね、無限。うん、夢だけ違う。涅槃楽しい、嬉しい、いっぱいある、良い。起きる、起きてから楽しい、嬉しい、いっぱい。逃げる。そうだ、
俺は逃げている、逃げ続けている。何から？そうだ、何から。刺繍立ち込めるカルム一族の里。そして例えば里の外の者たちから注がれるキイの目、毛色の違う子供を狙う人さらい。逃れられはしないその全てから俺は逃げようとした。なぜ、何のために。マフィア相手にその態度、肝が座ってると褒めてやるよ。だがな。俺はお前の持ち主なんだよ。人さらいに捕まる間抜けを晒した時点で、てめえにその目をする権利はねえ。せいぜいこびてみせるんだな。死にたくなけりゃ。よっ！逃げて。逃げて。屈辱を受け入れてでも死を逃れ。大丈夫？くっついてよか。痛いのどうにもなんないけど、寒いのちょっとマシになるよ。うん、ありがとう。いいよ、僕も寒いし。お腹すいたね。そうだね。生き延びることを望んだ理由、例えばそれは復讐のためだった。父を、母を、姉を、里の者たちを殺した彼への復讐こそが残された俺の役割なのだと。だが本当に生き延びようとしたのは復讐のためだったのか、ただ死ぬのが恐ろしかっただけではないのか。散らばってたもんをクスシ連中に見せたがよ。てめえ、薬物の知識があんのを隠してやがったな。道具ってのはな、持ち主に使い道を隠すような真似しねえんだよ。それとも、そこのゴミと一緒に始末されちまいてえか？なあ。生き延びるために晒した技は、
一族が暗殺者のそしりを受けながらも守ってきたものだった。いつか空の世界を蝕む者が現れた時、振るうべき技、一族の境地そのもの、それを俺は死にたくない一心で空を蝕む金薬を生み出すために振るい、なら俺は、俺こそが一族の教授を殺し真に滅ぼしたものではないのか。技と共に受け継がれてしまった業ゆえに一族を手にかけた、かけざるを得なかった彼ではなく、俺こそが。どうぞ。無限、ただいま。エッセル、十点集、お仕事片付くした？うん、今カトルと戻ってきたところ。シスもいたんだけど、団長と依頼で少し遠くの島へ行くらしくて、今度星屑の町に来るのは少し先になるからって、無限へ渡すものを預かってきたよ。お手紙違う？これはね、お札って言うんだ。魔法が込められていて、効果はお札によって違うんだけど、これはシスが知り合いの夢占い師の子に作ってもらった、いい夢が見られるお札なんだって。いい夢、涅槃に。うん、無限に渡してくれってことは、涅槃に使ってあげてほしいってことだと思う。シス、エッセルもありがとう。みんな優しい。無限嬉しい。お返しする。必ず。私は持ってきただけだもの。これくらい気にしないで。優しい、する、くれる。無限とても嬉しい。お返しする、したい。無限は優しい子だね。あ、そうだ。そのお札は枕の下に置くと効果が現れるってシスが言ってたよ。おお、すぐ置く。涅槃、いい夢見て。楽しい、優しい夢。ここは涅槃、眠い？あ、いや、少し考え事をしていた。考える？例えば。昔のことだ。もうどうにもならないことを考えていた。どうにも？起こってしまったことはどうしようもない。例えば、お前の家族を生き返らせることなどできないのと同じだ。家族？例えば家族、何？何か。
なんだろうな、血のつながりだけを家族と呼ぶわけでもないだろう。共にあるだけのものを家族と呼ぶこともない。情があるだけでも家族ではない。なんだ、眠いのはお前の方じゃないか。質問の答えは考えておいてやる。もう寝たらどうだ。寝るない。お話しする、したい。寝る、起きる、寝はんない。それは、いや、そうだな。いつまでもここにいるわけにはいかない。俺は行かなければ。涅槃、いつまでない？眠ない。お歌？ああ、お前は歌が好きなのだろう。眠るなら子守歌を歌ってやる。子守歌？無限聞く。ああ、これは夢だ。これは夢。俺の見る、俺にとって都合のいい夢。罪も罰も何もない。どうしてこんなにも当たり前のことに気づけなかったのか。本当にどうしようもないな。しないかな。支障はない。ああ、やはり右目だけの方がまだ見やすいな。涅槃、左目見える？全然ない。いや、見えていないわけではない。色彩も形もひどく滲んではいるが、例えば、そうだな。棚とお前を見間違える程度か。それ、見えてない、同じ。弱視と盲目には随分隔たりがあると思うが。ボケるのは視力だけにしてください。と言いたいところですけど、目以外も不便そうですね。やはり左側の腕と足の動きが鈍い。関節が生きているから全く使えないほどではないが。ゆっくりとなら動くか。全然力が入らないわけではないんだね。痛みはある？ない。うん、
そこは良かった。ね、無限。うん。いっぱい動く。ちょっと良くなる。フュンフ言ってた。寝すぎて体がなまってるってことですね。今日まで怠けた分、せいぜい動かしてください。無限、寝飯の調子はどう？お洗濯を終わらせてきたから、お散歩いつでも行けるよ。うん。寝飯、動くよい。話してたところ。寝飯、お散歩行くよい。行こう。外部の者がうろついて構わないのか。町の外の人間が来るのも日常茶飯事です。あなた一人今更ですね。急にたくさん動いたら寝飯は具合を悪くするかもしれない。遠くへは行かないようにね。わかった。星屑の町案内する。最初だから。よーし、それじゃあ出発。口はよく回ってますから、左半身すべてが麻痺しているわけではないようですね。それでもヒュンフの回復魔法を受けたにしては随分治りが遅いですけど。うん、最初は体の中に残ってた弾丸が特殊なのかもしれないって思ってたけど、それも違うみたい。前にフィンフが回復魔法について説明してくれたのを覚えてる？ああ、あの分かりにくい、何でしたっけ、まん丸パズル。あの時はシスさんがバルフリートの魔力で回復を阻害されてたんでしたね。うん、涅槃の場合回復を阻害してるのは涅槃本人かもってヒュンフが言ってた。元のまん丸パズルの形を魂が忘れてしまったり、そもそも治ろうとしていなかったり、そういう時に回復魔法を使っても体への負担が増えてしまうばかりなんだって。贅沢なやつですね。わざわざ拾った命を無駄遣いする余裕があるなんて羨ましいくらいですよ。レイが涅槃が自分自身で起きようと思うまで寝かせてあげた方がいいって言ってたけど、結局涅槃は起きたくて起きたわけじゃないのかもしれないね。寝てるのも起きてるのも嫌なら起きてりゃいいんですよ。あいつが起きてればとりあえず無限は心配しなくて済むんですから。この辺りはね、工事が終わって建物が綺麗になったんだ。道綺麗なった。涅槃きっと歩く少し楽。ああ。この煙突がついてるのが大浴場だよ。ここは毎日夕方からお風呂炊いてるから、使いたい時に使ってね。他のお家にもお風呂はあるんだけど、燃料のやりくりが大変だから、みんな割と大浴場を使ってるんだ。涅槃、お風呂一人大丈夫？無限手伝う？いや。無限とタイミングが合わなかったら、他の兄弟に
頼めば手伝ってくれるよ。たまに新しく来た子でお風呂怖がる子いるんだけど、ネハはお風呂大丈夫なタイプ？嫌いというわけではない。好きでもないと思うが。そっか。無限お風呂好き。お湯お風呂良いもの。大浴場の前を通るときに無限が歌ってるの聞こえることあるもんね。お風呂声響く楽しい。わかるわかる。さすがに治療灯まで響いたりはしないから大丈夫だよ。治療灯静かにする。うるさいダメ。うん、音とか光とか怖がっちゃう子もいるから。感覚過敏、禁薬ヘブンの後遺症か。うん、前よりはちょっとずつ良くなってると思うけど。あ、そういえばネハは階段使うより坂の方がいいかな。広場に出るには遠回りだけど。階段だと、もし転んじゃったりしたら、角に体をぶつけちゃうし、危ないよね。階段、無限、涅槃運ぶ。そっか。それなら今日は、階段の方でいい？涅槃。あ。涅槃？ああ、階段で構わない。それと、運ばなくていい。そう？歩けるなら歩いた方がリハビリになるもんね。ゆっくり行こう。到着！ここが星屑の街の中で一番大きい広場だよ。涅槃、疲れるない？椅子、ベンチ座る、良い思う。ああ。あ、お姉ちゃん、無限と、涅槃だっけ？氷よりやってるけど、混ざる？言ってくればいい。でも、ここで座って休んでいる。俺が勝ってもゲームにならないだろう。それじゃあ私もやろっかな。氷鬼に動作ルールあり？そうだね、同じ高さにいる相手しか凍らせられないし氷解除できないってことで。じゃあ最後に混ざったお姉ちゃんと無限顔にね。わかった。あんたもしかして鬼やらせるために誘ったんじゃないでしょうね。あはは、銃数えてね。もう一網打尽にしてやるんだから。1、2、挟み撃ちする。おっと、そうは。おっ、あ、カトル兄ちゃん。やれやれ、怪我には気をつけろっていつも言ってるじゃないですか。いつでもこうやって僕が助けてやれるわけじゃないんですから。ほーい。大丈夫？怪我ない？
平気平気、はあ、そろそろ食事が出来上がるそうですよ。霧のいいところで終わらせてください。はい。兄弟たちに妙な真似をしたら殺しますよ。妙な真似ならすでにしていると思うが、例えば金薬ヘブンの開発と製造は俺の仕業だ。殺さなくていいのか。殺されたい奴を殺してやるような慈善活動はお断りですね。それに結局道具は使い方です。野菜を切るのも人を刺すのも同じナイフでできるでしょう。使った結果があの塔だろう。使ったのはあなたじゃないですしね。作ったこと、使うのを感化したことに腹は立ってますけど。慈悲深いな。気持ち悪い言い方やめてくれません？捕まえた！ああ、捕まっちゃった。ふっふん！これで全員凍らせたから、私と無限の勝ちね！ちぇ、段差ルールあるからいけると思ったのにな。涅槃、無限運ぶ？いや、いい。そう？これが涅槃の分。まずはお粥とかスープでお腹を慣らした方がいいんだって。すまない。これくらい大した手間じゃないよ。口に合うといいんだけど。いや、俺は涅槃お皿持つ大変、無限持つ。はい、涅槃食べるよい。口開ける。いや、自分で。あーん、はあ、あーん。涅槃？どうしたの？喉が渇いたなら、その水差し、使って大丈夫だよ。俺が言うのもおかしな話だろうが、無限を受け入れてくれたことに感謝している。言葉も、物の扱いも、俺が眠っている間に随分上達した。この町の者たちのおかげだろう。無限が自分で頑張ったんだよ。私たちはいつも通りにしていただけ。いつも通りか。俺のようなものまで生かしたままにしておくのもお前たちのいつも通りか。金薬ヘブンの治療手順はすでに秩序の気空団を経由してお前たちの手元に届いているはずだ。俺に寝床や食事を与えるメリットはお前たちにはない。誰にでも優しくできるわけじゃない。親切にする相手は選んでるよ。ならばなぜ？
人事じゃないから。星屑の町の子供たちはみんないろいろなものを失ったり奪われたり与えられなかったりしてきた。人さらいに誘拐されかけた子も道具として使われていた場所から必死に逃げてきた子もいる。星屑の町まで来られなかった子は来られた子よりもきっとずっと多くて、君もその一人なんだと思う。そんな理由で敵対した者を許すのか。それだけってわけじゃない。自分で言ったよね。秩序の気空団に治療手順を渡したって。復讐のための手札の一つだっただけだ。そうかな。簡単ではないとしても明確な治療手順を持つ禁薬なんて私は他に聞いたことがないよ。君はわざとそういう風にヘブンを作った。違う。買いかぶりだ。そうなら君はやっぱり優しい人なんだと思う。禁薬中毒の治療方法をわざわざ開発するメリットはマガさんにはなかったはずだから。俺は無限か。入れ。お邪魔するます。寝飯、寝る？ああ。無限、寝飯寝る、見てる。よい？朝になれば起きる。見張る必要はない。うん。だけど。無限。俺が寝ていようが起きていようが。お前には関係ない。お前はお前の時間を自分のために使え。あるいは星屑の町の者たちのためでもいいだろう。お前を捨てた者のために身を削る必要はない。無限は無限がしたいので、涅槃と痛い。無限がしたい思うは、無限違う人変えるできない。涅槃も変えるできない。無限、お前のそれは刷り込みだ。お前に俺は必要ない。必要あるない無限決める。お前は何も知らない。要不要を決めるための判断材料も経験も何もかも。でも無限考えるした。いろいろたくさん考えるした。寝飯寝てる間ずっと。涅槃無限大嫌い言った。涅槃違うから無限。涅槃の思う変えるできない。だけど涅槃優しいしてくれたわ本当。無限嬉しい思ったも本当。嬉しい思ったお返ししたい。無限思うは涅槃変えるできない。お前を騙して利用しようと思った。だがお前は使い物にならなかった。
それでいいだろ、それで。騙す、したかったら、星屑の町行け。言うない思う。涅槃、死す嫌いだった。でも、例えば、無限に、死すと喧嘩する、言うなかった。涅槃、無限大嫌い、かも。でも、やっぱり、優しいしてくれたは、嘘違う、思う。涅槃、どこか痛い？気持ち悪い？違う。違うんだ。エッセル、カトル、助けて！ん？兄さんが！うん、発作だね。呼びに来てくれてありがとう。治療棟へ急ごう。無限、手伝う。一緒行く。ひどく暴れる場合もありますしね。無限に押さえつけてもらった方が安全かもしれません。任せる。待て。何です？急いでるんですけど。症状次第で対応を変えた方がいい。俺も連れて行け。うわぁ、無限運ぶ。ありがとう、涅槃。さあ、行こう。うん。兄さん、よかった。喉の腫れが気になる。これまで食事や特定のものに触れた際に体調を崩すことはなかったか？リンゴが苦手だったよ。口が痒くなるって。消費系統の免疫反応異常か。侵害の生薬に引っかかった可能性があるな。そういうのって細かく調べることはできないんですか？手順を踏めば血液を使った検査は可能だが、用具はそこそこ値が張る。レイに頼んでみよう。菌薬に苦しむ人は星屑の町以外にもいるし、彼女も知見が得られるなら損はしないもの。あのババアに頭を下げるのは心外ですけど、兄弟たちのためですからね。涅槃、すぐ必要なものはある？薬は上の階にある部屋にまとめておいてあるんだ。体を冷やした方がいい。氷枕か、なければ水を詰めた袋を。流骨があればなおいい。流骨？薬の名前ですか？そんなのありましたかね。まあ見てきます。うん、一緒に探した方が早そうだね。無限、氷枕作れる。水も取ってくる。あ、頼んだ。兄さんは昔から体が弱いのは気にしてて、強くなれるって騙されて金薬を。マガさんで金薬ヘブンを生み出したのは俺だ。お前が俺を殺したいのなら、俺に拒む権利はない。俺は
かけるな。憎いよ。あんたもマガザンも金薬だって全部全部憎い。なのになんで僕があんたを殺して楽にしてやらなきゃならないんだ。苦しめよ。苦しんで苦しんで生きて、せめて星屑の町にいる金薬の被害者は全員治してから死ね。何かあった？ああネハン、例えば笑う、なんで？あまりのくだらなさに笑わずにいられない。とんだ奴隷根性だ。生死を他人に委ねることに慣れすぎた。挙句責任を投げ渡して、くだらない。本当に俺は涅槃。大丈夫？涅槃。星屑の町で暮らしたいですか？ああ。助かるよ。マガザンの妨害はなくなったし、スーオファミリーの人が手伝ってくれてはいるけど、お医者さんも薬師の人もどこの島でも足りていないから、町に常駐してもらうわけにもいかなくて。まあ言われるまでもなく町から出すつもりはなかったんですけどね。利用価値のあるマガザン残党としてスーオファミリーから星屑の町が身柄を預かった形ですし、まあ本人の希望ならクス氏として身を粉にして働いてもらうとしましょう。カトル、衣食住の面倒は見てあげますよ。その代わり秩序の気空団との接触は禁止します。いいですね。カルム一族殺戮の件か。調査を依頼した俺が意識を失ったことで、すでに動きは止まっているはずだ。元より再開を申請するつもりはない。交換条件がそれでいいのか？あんたのその言葉を信用しろってんですか？冗談でしょう。目に見える形で交換条件が成立してなければお話になりませんよ。ごめんね。カトルはこういう言い方が癖になっていて。姉さん、お互いいろいろあったけど、これからよろしくね、ネハン。ああ、よろしく頼む。随分と機嫌がいいな、無限。うん。涅槃、星屑の町、暮らす決めた。無限、嬉しい。星屑の町、素敵。みんな優しい、温かい。一緒暮らす、嬉しい。変わらないな、お前は。へへへへ。俺がお前に星屑の町へ行けと言ったのは、遠からずマガザンにお前の存在が露見すると考えたからだ。マガザン、マフィア、涅槃に
みんなにひどいことした悪いやつ、そう？ああ。単なる暴力装置としてなら、お前がマガザンに劣ることもないとは思ったが、相応の技術を持つ。例えば、拘束術に長けたジョルハなら、捕らえることも可能だろう。ジョルハ？白空戦争時代の非人道的技術を今に伝える者たちの総称だ。カルム一族もまた、戦後世界から拒絶されたジョルハの系譜だった。ジョルハ、悪いだけ違う？マフィアもスーオファミリー、悪いないみたいに。立ち位置次第だな。マガザンと手を組んだジョルハは俺の他にもいた。あるジョルハの一団は切り分けられた一部を所有していた。お前と同じ青い髪に変化する魔力を持つ個体の。青い髪。ルリアも捕まってた。言ってた。研究されてたって。十天衆とスーオファミリーの庇護下にある以上、お前に手を出す者はそうはいないだろうが。悪意は常に空の下にある。お前の力の希少性を自覚しておくに越したことはない。希少？例えば特別？ああ。そっか、無限特別。特別強い力ある。無限は無限の力、みんな守るため使いたい。みんなはネハンとエッセルとカトルと星屑の町のみんな、それから団長たち。悪いこと使われるしたくない。マフィア、ジョルハ、気をつける。変わらないというのは間違いだな。ん？お前はもう俺に言われるがままの赤ん坊ではない。力の使い方も歩む道も自分で考え自分で決められる。涅槃は違う無限嫌い？いや、俺はお前のことが嫌いではない。ずっと嫌ってはいなかった。そっか、そうかな、思ってた。そうかな思ってたけど、嬉しい、すごく。こういうところは変わらないな、無限。